皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、車の中からのスタートなんですけれども、今年ですね、自分の自動車保険が、ちょっと満期になりまして、まあ、更新というタイミングだったんですけれども、まあ、今年っていうのはですね、自分の自動車保険が3年契約の、まあ、3年目で、今年更新になるんですけれども、まあ、その更新のタイミングでですね、ちょっとお勧めされた商品があって、まあ、保険にですね、特約として、ドライブレコーダーが付けられるというものがあるのでどうですかということで、まあ、今回ですね、まあ、物は試しということで、まあ、ドライブレコーダーをつけてみようかなということで、この保険の特約をつけたんですけれども、あ、うちはですね、三井住友海上さんなんですけど、この特約自体は、まあ、もうちょっと前からあったやつなんですけれども、まあ、保険会社各社、まあ、何社かこういうこのドラレコの特約がつけられる保険があるようなんですけれども、まあ、通常の保険料にプラスして、まあ、何百円かですね、まあ、700円から800円余りをこうプラスすると、ドラレコがこう車につけられるという特約なんですけれども、まあ、実際ですね、物が届いたんで、そのドラレコを取り付けしていきたいと思います。でまあ、箱の中身なんですけど、まあ、初めにお読みください的なものと、まあ、取り付けが自分でできない場合の、まあ、案内だとか、それから、まあ、この保険に関しての、まあ、利用のガイドですね。そして、ドライブレコーダーの取り付け方のガイドと。それで一番メインのドラレコなんですけど、これも箱に入ってるので、これをまず開封しますね。箱の中はこんな感じで、まずドラレコの本体と SD カード、取り付け用のブラケット、あとは配線の止めるやつですね。で、こちらシガーソケットタイプの電源ケーブルですね。ちなみにドラレコの開発元は JVC ケントですね。じゃあとりあえずこのガイドに従って取り付けていきたいと思います。まずはですね、このドラレコの本体に SD カードを挿すというところからのようです。はい、こちらドラレコの本体ですね。はい、でまあこれは一応カメラがここについてるだけなんですけど、あのオプションで、車のリアを撮影するカメラの追加ができるということになっています。じゃあ SD カードを入れます。じゃあ本体に向かってこちら側ですね、ここにカードを差し込んでカチャコと、で次にこの取り付け用のブラケットをこの本体の後ろの方につけます。これガイドに沿ってはめ込むと、そしたら電源ケーブルをつなぎますと。ちょっとですね、この差し込み口の大きさが結構あるんで、まあ、車によってはこの辺がね、ちょっと干渉するのもあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ケーブルの長さはね、十分あると思います。電源ケーブルをここにつなげます。ガチャッと、はい、そしたら取り付ける場所をまず選ぶんですけど、まあ、取り付ける場所としてはですね、このフロントガラスの上 20% までの範囲で、まあ、まあ運転席側につけるかこっちの助手席側につけるかなんですけど、まあ、要するに視界を妨げないとかですね、いうことを考えると、まあ運転席というよりは、まあこっちですね、このミラーの左側につけること、これがまあ推奨はされてるんですけど、まあこの辺にね、つけたいとは思います。はい、そしたらですね、取り付ける場所のガラスをですね、まあ付属のクリーナーがあるので、そのガラス面をきれいにします。まあこの辺りをガラスクリーナーで拭きますね。
に汚れてはいないんですけど、一旦このドライコにつけたブラケットを外します。はい、こっちのブラケットだけで先につけます。この裏の剥離紙をペロッと剥がしまして、はい、こう溝が切ってあるのはですね、多分こう貼っつけるときに空気を抜きやすくするためにだと思うんですけど、じゃあスイッチに貼ります。まあ、結構これ高粘着タイプなんで、一回貼るとなかなか剥がせなくなっちゃうので、まあ位置決めはですね、慎重にやった方がいいかなと思います。でここに貼ります。はい、でまんべんなく空気が入らないようにするためにちょっと押さえつける感じで、で真ん中はこの固定するところをこうグッと押し込む感じで、くっつけますと。はい、その後で、ドライコ本体を取り付けます。はい、カット。はい、こういう感じで取り付けられましたら、まずは、レコーダーの初期設定の方をねやっていきたいと思います。ではまず車のエンジンは切った状態で、このシガーソケットに電源を差し込みます。そしたらエンジンをかけます。はい、ドライコに電源入りましたね。はい、セットアップを開始しますかということが出たんで、本体の右側にこうボタンが3つあって、その真ん中を押してセットアップを始めます。はい、まずは車両タイプの選択ですね。はい、軽自動車、軽自動車ハイルーフ、乗用車、乗用車ハイルーフ、大型トラック、中型トラック、小型トラックとあるんですけど、この車はですね、一応背は高いけど、ハイルーフではないので、普通の乗用車で、設定します。次は取り付けた位置の設定ですね。これは中央、左、右とありますけど、一応この左寄りについてますので左で OK と。次は水準器ですね。このドラレコが水平になっているかどうかの設定ですね。はい、じゃあこれは OK をすると、はい、この十字と輪っかが出るので、このちょうど真ん中に来るようにドラレコをセットします。緑になっていれば正しい位置にあるということになるので、位置を調整します。検出範囲、平線の 1,2 線を移動させ決定ボタンを押してください。とりあえずこの景色に映ってる地平線でいいんですかね。はい、でボンネットの先端の位置に線を移動させ決定ボタンを押してくださいと。次はですね、走行車線遠方の中心に線を移動させてってあるんですけど、今ここにちょっと道路がないんで、とりあえずこの状態のままで一応 OK しておきましょうか。後でちょっと設定は変更はできるんでね。はい、セットアップが完了しましたと。はい、今ちょっと画面に出たんですけど、まだ契約がねスタートしてないんで、ここの赤いボタンですね、この緊急通報とかの機能はまだ使えませんよということなんですけど、一応ドラレコとしての機能は使えるみたいです。はい、設定が終わって、でドラレコの状態になってて、こう画面見るとですね、すでにこうレックってなってるんで、こう車のエンジンがスタートすれば自動的にこう録画が始まるというタイプのドラレコだと思うんですけど、その必要に応じてその緊急時とかですね、その事故が起きた瞬間のところをトリミングして、送信できる感じになるのかなと思うんですけど、はい、というわけでこれで初期設定終わったんで、あとはですねこのケーブルを取り回ししていきたいと思います。はい、まずはですねこのケーブルをこの窓と天井の
間の隙間に押し込んでいく感じになります。はい、でこの端っこまで持ってこれましたら、まあ、うちの車エクストレイルはここですね、この天井の端っこのところ、これ少し押してやるとへこむんで、この A ピラーのこのカバーですね、これをガバッと外すことなく、まあこの隙間に入れ込むことができると思いますね。から先なんですけど、ここにこうあるのがウェザーストリップですね、水が中に入ってくるのについてる、まあ、パッキンのやつなんですけど、ここの下に這わせたいんで、まあ、このウェザーストリップはですね、結構簡単に外せるんで、これをまずちょっと外側に外していきます。あとはですね、このシガーソケットのそばまでこの隙間を伝わせたりして、この足元の邪魔にならないようにですね、配線をしていきます。はい、というわけで足元の配線終わりまして、あとはこのシガープラグを挿すだけなんですけど、ただですね、シガーソケットは基本1個しかないわけで、自分はですね、車に乗ってて、スマホとかあとカメラとかを充電したいんで、今までこのね、USB プラグの3つついたやつをこう挿して使ってたわけなんですけど、それがこのドラレコを使っちゃうと使えなくなっちゃうので、対策として、はい、こちらですね、ソケットの、二股にするやつなんですけど、これを一応買ってきてあるんですけど、それをつけますとね、こんな感じになって、結構手前に出っ張るので、そんなに気にはならないですけども、エアコンの操作だとか、このシートヒーターのね、スイッチ類、四駆の切り替えとかにちょっと、差し障るかなとは思うんですけど、一応ですね、この状態で、使ってみて、なんか不便があるようだったら、このですね、電源の付け方、実はもう一つあって、わざとこのソケットから取るんではなくて、はい、こちら、ですね、この車は、ドライバーの右足の奥の方にあるんですけど、ヒューズボックスですよね、ここから電源を取るっていう方法もあるみたいなんですよ。その時は、そのソケットから二股の状態で使って不便であれば、ここから電源を取るという方法もちょっと試してみたいと思います。はい、というわけでドラレコの取り付けでございました。その後ですね、一応こうテスト走行という感じで、映像を撮ってきたんですけれども、映像がこちらになります。はい、なんかちょっと青すぎないですかね、この映像ね。なんかおかしいな。あ、そうだ、これカメラのペリペリを剥がしてない。これ剥がしてないんですよ。剥がしてないでしょ、これ。というわけで剥がして、画像はこちらなんですけれども、見た感じそんなに高画質じゃないのかなっていう感じは受けるんですけど、動画としてこう見てると、結構この周りの景色がこうブレブレになって、あんまはっきり見えてないなと思うんですけど、一応一時停止で見ると、結構ね、こう周りの、標識だとかそういうものがこうはっきり見えるんで、
まあ、動画として見た時よりも、まあ、こう止めてみればね、そのはっきり映ってるのが分かるなっていうのはあるんですけど、はい、というわけで、まあ、この保険の特約とつけるというこのドラレコ型の自動車保険なんですけれども、まあ、メリットとしては、まあ最近はですね、まあ、ドラレコの需要が多くて、まあ、こういろんなメーカーからこういっぱい、ドラレコが出てますけれども、まあ、ドラレコをそういう、選択するのに、ね難しくなっててこうどれを選んでいいか分かんないっていう場合に、まあ、ドラレコを、まあ、選ぶ必要がないと、まあ、こう必要十分な機能を持ったドラレコを、まあ、提供してもらえるのでそういう迷う、まあ、手間っていうのは、ねないというのがまずメリットとしてあります。で、まあ、これは何よりなんですけど事故の時にはね、本当に、ね完全にこう充実したサポートを受けられるということになります。ドラレコが、まあ、ある程度のこう衝撃を感知すると、まあ、自動的にその事故の受付のセンターに電話がつながって、でオペレーターとこうお話しすることができるということなんで、まあ、その事故った時にね、こうどうしていいか分からなくてこう戸惑っちゃう時なんかには、こう非常に心強いサービスかなと思うんですけれども、それからまあ簡易的ではあるんですけれども安全運転の支援をしてくれます。例えばこう急ハンドルが多かった時なんかはまあ急ハンドルが多いですよという感じのアナウンスが流れますし、まあちょっとねこうふらついて運転している時なんかはちょっとふらつきが多いですよという音声が流れたり、あとはこう車間距離がねこう縮まりすぎている時はちょっと車間距離がねこう縮んでますよといったようなアナウンスが流れて、まあ、その事故につながるような、ね運転をしたときにその注意を促すアナウンスをしてくれます。で、まあ、デメリットとしては、まあ、あのメリットの裏返しというところもあるんですけれども、まあ、その自分のこう自由に、レコーダーを、ね選べないということがあります、まあ、当然のことなんですけれども、この、まあ、レコーダーを使いたいんだけどっていう時にはね、ちょっとそれは自分が引かないっていうことになります。はい、で次に、利用料がね、ちょっと高くなるかなという点があります。はい、で、まあ、月額、まあ、650円とか、まあ、850円くらいまであるんですけれども、まあ、それをこう1年間払うと、まあ、1万円弱になるわけですよね。で、まあ1万円弱あると、まあ、そこそこのドラレコが市販品で買えちゃうかなというふうに考えると、まあ、それがデメリットになるかなと思うんですけれども、次のまあデメリットとしては、あくまでこれは、自動車保険の特約なんですね。その自動車保険にこう上乗せしてつける機能なもんですから、このドラレコだけが、ね、その保険商品ではないので、あくまで、自動車保険を契約する必要があります、大前提として。なので、まあ、それがちょっとね、まあ、デメリットにはなるかなと思います。で、まあ、もう一つのデメリットとしてはプライバシー情報なんですけれども、通信型なので、まあ、会話ができる以外にですね、その自分がいつどこを走ってたかっていう情報をね、こう提供することになるわけなので、まあ、そういった情報をねこう提供する、まあ、提供し続けてるような状態になるわけなんで、まあ、そういうことにちょっと抵抗がある方は、まあ、二の足を踏むかなと思いますね。はい、で、まあ、まとめますと、まあ、トータルの出費を抑えたいという人とか、その今そのドラレコ型の自動車保険を提供している会社、まあ、4社ほどあるわけなんですけれども、この4社以外で自動車保険を契約している方がわざわざこの会社を切り替えてまでね、その契約をするという必要性っていうのがそこまではないかなと思うんですけれど、またすでにこの今乗ってる車にその安全運転支援の機能がついてる、あのホンダで言えばホンダセンシングとか、日産で言えばプロパイロットといった、まあ、そういった機能がすでについてるという方は、まあその機能がね二重になっちゃうんで、つける意味っていうのがあんまないということはないんですけど、まあ、そういう場合はですね、この保険型よりもまあ市販品を買った方がいいということになります。はい、まあ、とはいえですね、このドラレコっていうのは、まあ、転ばぬ先の杖、まあ、備えでもありますので、まあ、最近こう運転がちょっと不安になってきたとか、ちょっとヒヤッとしたような経験があったという方には、まあね、あった方がいいんではないかなとは思いますけれど、とにかくその
万が一事故が起きた時にはですね、非常に早急な対応ができますし、その日常を運転する時にですね、その安全運転をこう支援してくれる機能があったりしますので、まあそのつけるかつけないかはまあじっくり検討された方がいいと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。